はい、皆さんこんにちは、ラフィドの吹塚です、撮影にご協力いただきます。はい、じゃあお願いします。はい、グローブライドテニス企画の柿本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。柿本さんですけど、今日はシューズじゃなくてバックではい、行きたいと思います。こちらのツアーチームシリーズ、いわゆる TT シリーズと言われるプリンスのフラッグシップシリーズになります。学生様であったり、社会人の方でもやっぱり試合に積極的に出ていく方、まあ、そういった方々がどういうシーンでどういう使い方をしてっていうことを、試合に行くまでであったりとか、場合によっては合宿のシーズンであったり、こう遠征だったりとか、練習の時はこういう荷物を持つかなとか、そういったところもシーンもいろいろ考えながら、勝つためにこだわった、今度バックのシリーズと、まあ、今回のデザインの、共通するポイントとしては、ここに、ファスナーのですね、こちらのテープの方にもプリンスのロゴが入ってると。これチャック開けると、じゃあロゴが割れる。そうなんです、割れるんだよ。あ、そうです、こういう感じに開けてもらうとね、さらにまたグリーンが出てくるというところなんです。結構かっこいいですね、このファスナー。はい、これ今回こだわっ、おしゃれな感じで、こだわって作りました。一つずつちょっと紹介していきたいと思いますので、はい、皆様お付き合いよろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね、ラケットバッグの方、まず引きたいと思います。今回ラケットバッグに関しては2モデルご用意しております。はい、まず、フッキーさん側に持っていただいているのは、こちらが12本入りという形ですね。はい、まあ、従来の、プリンスの、ツアーバッグのこのサイズ感になります。右側には、こちらサーモリフレックスという形で、まあ、温度上昇妨げるというところで、まあ、大切なラケットだったりストリングスを守りますというのがこちらの、機能と。部屋は全部で3つございますので、真ん中の部分ですね、こちらの部分にも大きく、はい、ガサッとしっかりサイン入れていただけるようなサイズ感になっております。中緑ですね、はい、中緑ですね、はい、これも物が分かりやすくていい。はい、あ、そうですね、結構黒だと中になんか荷物入れた時にバックリバッグが黒だとなんか分かんなくなっちゃうのがよくあるんですけど、これ結構見やすくていいんですね。はい、これ視認性がね上がる、カラーになっておりますので、どこに何があるか分かるというところですね。はい、これ3つの部屋になっております。そしてシューズ、ポケットに関してはこちらの、上の部分ですね、こちらのところに、ついております。なるべくやっぱりシューズ結構ね重さがありますので、なるべく上につけることによって全体感じ方としても、重く感じさせない、軽く感じていただけるようにということで上に入れております。はい、はい、そうね、匂いが困らないようにこたつ、こういったところにもベンチレーションというか、はい、ついておりますので、はい、そして貴重品、入れるところに関しましてはこちらですね。実はこれフリース素材使っておりますので、携帯とか時計とか、うん、はい、傷つかないというのも、こだわったポイントになっております。そして結構多くの皆さんね、タブレットなんかも持ち歩いているケースあると思いますので、ここはタブレットケースという形で、ちょっとこちら大きめの収納って感じ。そうですね、そして両サイドなんですけども、大きくこうプリンスのロゴ入っておりますが、こちらですね、すべて収納という形になっております。これ収納です。サプリメントやグリップテープやら、はい、テーピングやらというところを入れていただいたり、大きい収納のスペースですね、はい、メッシュの、うん、はい、で、そうですね、こちらはもうファスナーもつけてますので、はいはい、反対側がランということで、こちらはまた違う形でちょっとサイズ感、もう少し実はこれ細かく分けてるんですよ。あ、ここは3箇所、4箇所になってる。そうなんです、はい、小さいサプリメントだったりとか、まあ、小分けにしたい方っていう方向けに、うん、で実はこっちサイドは2面になってるということで、うん、まあ、入れたいものに応じてもう場所をですね、お客様自身で決めていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。プリンスのこの、ラケットバッグの大きな特徴っていうのがこれ実は3点ショルダーというものです。はい、ここ、見ていただくと分かるんですが、1箇所じゃないんですよ、バックルは。あ、上に2箇所ついてるから2箇所も、で下に1箇所あるという形なんですけど、これ2点にすることによって、要は力をこう分散しながら2点で支えてくれるので、非常に肩に対する負担もかかりにくくて、しかもフィット感も上がる。縦に2列になってる、こことここが2つついてますね、はい、ここへ。これとぜひ一緒に使っていただきたいのがこの前のチェストベルトですね、うん、これ使っていただくと、まあ、これ開かないから、開かないで、バッグの揺れも抑えてくれる。結構やっぱり皆さん荷物入れられるじゃないですか、着替えから。学生様だったら教科書入れたりとかね、そういった重たい荷物で、うん、もうやばい遅刻するとか走るっていう時にもバッグが揺れなくて、はい、非常に使いやすいというところがこちらになっております。もちろんこれ、はい、位置変えられますので、ご自分の体のサイズに合わせて、うん、はい、ね、動かしていただけるというところになっております。はい、はい、そして、まあ、裏面は耐久性のある形の素材になってますし、大きなプリンスのロゴがしっかりこうボンと入っておりますので。そして最後のこれ一番の特徴になります、
ここぜひ皆さんね、ぜひ覚えてください。一番の特徴取っちゃったんですね。一番の最後に取っておきます。これ自立式なんですよ。でこれやっぱり学生様とか、まあ、選手の皆さんもそうなんですけど、結構やっぱり電車移動とかも多いじゃないですか、うん、でそういったところにやっぱり荷物がしっかりこう立つっていうのはすごくバッグが重要なので、この自立式になるっていうのはこれポイントですね。秒打ってあるってことですか。はい、そこ秒で、いや、そうですね。でそこにもこういう形でリベットがついてるんで傷つきにくい。あ、なるほど、はい、あ、ここにもピンのロゴが入っている。そんな感じです、はい、こちらが12本入りです、はい。そして今回ですね、皆さんにぜひご紹介したいのがもう一つが新しい8本入りというやつです、うん、今まで僕ら6本入りっていう表現したんですよ、うんうん、確かに6本入りと12本入りだったんですよ。そうですね、はい、もうよく言われたんですよ、学生さんとかからも。6本じゃ小さいよって、だけど12本じゃ大きすぎるって。まあそうですよね。もうちょっといいジャストサイズないですかということで、今回ご提案しているのが8本入りというタイプのものです。部屋は先ほどこう3つの、ね、部屋に分かれていたんですけど、こちらは、はい、部屋が全部で2つになっております、はい。でこちらですね、右側の方がこちらサーモリフレックスになってます。で反対側の方にはタイプで、こちら大きなグリーンですね、なっております。で両サイドのマチを約4センチずつ大きくいたしましたので、かなりこう一つの部屋が大きくなってます、うん、前のサイプよりも。シューズの、場所に関してはどうでしょう。こちらはですね、じゃじゃんってどこにあるかと申し上げますと、こちらです。横にちょうどこのサイドの収納の脇のところに入ってます。もう切れてあるんですね、はい、なるほど、もう切れです。ここにシューズを収納していただけるようになっております。はい、ということで、あとはこちらもですね、フリースついております。貴重品こちらの方に入れていただける仕様という形になっております、はい。そして両サイドですね、しっかりとこちらの方も先ほどと同じ、内容の、収納ポケットが両サイドに付いております。こっちは4つの、4つと2列の収納ですね、はい、そうですね、はい。でこちらは大きく2つの、ところとファスナーのついた、収納ポケットという形で全面で、はい、収納していただけるようになっております。そして、こちらの方もですね、3点ショルダー対応しております。はい、こちらですね。で、前のところにチェストベルトがついていると。よいしょ、はい、ということで、これもしっかりと、揺れないような、はい、構造になっております。そしてこちらも自立式になっておりますので、うん、まあ、こちらの方もまあ移動の時でもすごくしやすいよという形になっています、はい。で画面には3つという形になってます。もちろん底の部分に関してはリベットついてますので、壊れにくい、汚れにくいという設計になっておりますので、収納の量と、まあ、本当に機能性、使い勝手にこだわったシリーズというところになります。ぜひプリンスのラケットと一緒にですね、使っていただけるといいかなと思いますので、はい、こちらのラケットバッグのシリーズよろしくお願いいたします、はい。